皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-7559、オーアオーガンズの王。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-7559 が十分に理解されるまでは、現在収容されている SCP-7559 ホストの内視鏡検査による症例の特定と隔離を最優先事項とします。SCP-7559 ホストはサイト183の標準人型生物収容室に収容され、医療スタッフによって敗血症の兆候がないかを定期的に確認されます。放射線同位体追跡装置をホストの食事に添加し、接続されたホストの特定と回収を促進します。説明。SCP-7559 は生きた人間の体内に自然発生する、活躍菌に内包されたワームホールです。これらのワームホールは安定しており、最も幅広い部分の直径は2ミクロンメートルから25センチメートルで、周囲の組織と継ぎ目なく統合されています。SCP-7559 活躍菌は通常、別な人間ホストの体内にある SCP-7559 実例にのみ接続されています。このため、あるホストの体液が別のホストに流れ込んで合併症を引き起こすことが多々あり、特筆すべき一事例では、あるホストの胃酸が別なホストの頸部リンパ節に浸出しました。SCP-7559 の長期研究によって、SCP-7559 の発現から6から8週間後、SCP-7559 活躍菌は拡大して周辺組織に広がり、臓器の一部または全部を別なホストに移送できるようになることが判明しています。現在までのところ、血液型の異なるホスト3名が腎静脈の SCP-7559 実例を介して接続されたような極端な症例においても、この移送が、レシピエント、の臓器拒絶反応や、ドナー、の身体機能喪失を引き起こしたことはありません。ほい、7559.1、23年、8月、14日、SCP-7559 活躍菌が大脳皮質の一部を覆うほどに広がり、実質的にその脳組織をホスト2名の中間地点に移動させました。片方のホストであるサラリナレスは昏睡状態に陥り、もう一人のホスト、ジェイデン・ヨルゲンセンは幻覚と睡眠麻痺の症状を医療スタッフに訴えました。回答者、ジェイデン・ヨルゲンセン。質問者、モニーク・ベラスケス博士。記録開始。こんにちは、ジェイデン。何が起きているか教えてください。何もかもだよ、あんた。腹はもう2日もゴロゴロうなってるし、手はどんどん痺れていくし、ションベンをするのも大変だし、おまけに目のすぐ後ろで死ぬほど強烈な頭痛がする。目はもう完全にダメだ。どういうことですか？変な風に聞こえるだろうけどよ、俺もうあれだよ、暖色系が見えねえんだ。赤とかピンクとかオレンジとかは今じゃめっちゃ淡い。つまり、なんだか全部が青っぽくなったっていうかさ、説明が難しいな。でも一番話したかったのは幻覚のことだ。薬のせいかもって少し期待をかけてる。変えてくんないかな？中期。SCP-7559 ホストにはしばしば偽薬が提供され、潰瘍、良性腫瘍、または、免疫疾患、の薬であると説明される。もちろん、この話が終われば薬を切り替えることは可能ですよ。しかし、まずは幻覚について、できる限り詳しく説明してください。OK。実は一日中、目の端にいろんなもんが見えてんだ。こう、蛾が周りを飛んでるけどどこ行ったかよくわかんねえ時みてえなあれ。間違いなく俺のじゃねえベッドとか、大抵そういうこまごましたものだよ。ある時は長い髪の毛が垂れて目を覆ってるような感じになった。俺はつるっぱげだってのによ。それは確かに気になりますね。いつ頃から見えていますか？ここに、3日前かな。でも少し収まって。ヨルゲンセンの声色が1オクターブ高まり、アイルランド訛りになる。待て。畜生、喉に何か、ぐぅ。引っかかってる。ヨルゲンセンは20秒間、窒息音を立て続ける。特筆すべきことに、この間、彼の体と首は完全に静止している。うめき声が収まると、ヨルゲンセンの声は普段の調子に戻る。どなたですか？どなたですかって？すまねえ、少し気が遠くなってた。俺今何か言ってた？ジェイデン、この症状の原因を突き止めるには、もう少し検査が必要だと思います。しかし、この時、鈍い引き裂くような音とともに、新たな SCP-7559 実例がヨルゲンセンの左涙管に出現したと思われる。直後、約 4.5 メートルの異常肥大した小腸が活躍菌から突出し、テーブルの上にこぼれ落ちる。
ベラスケス博士は緊急ボタンを押して医療班の派遣を要請する。ジェイデン、聞こえますか？ヨルゲンセンは肺葉を一個吐き出し、床に崩れ落ちる。医療班が到着する。記録終了。ケツ。ヨルゲンセンは12分後に死亡が確認された。ヨルゲンセンとの接続が判明していたもう一人のホスト、サラリナレスも同時刻、SCP-7559 実例から脳脊髄液が流出したために瀕死の状態となったが、その後容態は安定した。ヨルゲンセンの遺体を解剖した結果、無傷の SCP-7559 実例が3個発見され、個別に容器に保存されました。4個目の摘出が試みられましたが、手術中に執刀医のモレノ博士が内壁に触れたところ、この SCP-7559 実例は突然閉じ、モレノ博士の指2本を切断しました。モレノ博士は観察下に置かれ、29時間後に彼の上腕動脈内に SCP-7559 実例が出現しました。彼の指1本はすでに収容されていたホストの大動脈から回収されましたが、もう1本はまだ見つかっていません。ホイ 7559.2 収容されたホストの人数が500名を超えました。さらに、SCP-7559 実例に神経系が引き込まれて、いる46名のホストは、ヨルゲンセンのソレトに通った幻覚が見えると訴えています。これらのホストの体内にある別な SCP-7559 実例の内視鏡探査で、決定的な結果は得られていません。すべての探査思考は、200メートル以上にわたって人肉の中を移動した後、体液と膜が混ざった未分化の誘導体に到達して終わっています。この誘導体に探査器具で触れると、しばしば無関係な SCP-7559 ホストが様々な開口部から出血します。さらなる実験は承認待ちです。以上です。いかがでしたでしょうか？それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。